チェリーキャブトラック後期型味方開きチェリーキャブ版移動販売車使用サニーキャブチェリーキャブは日産自動車が発売していたキャブオーバー車トラック型のほかワンボックス型にはバンと乗用登録のコーチがある日産自動車の販売チャンネルサニーキャブチェリーキャブ向けにそれぞれの1000倍モデルとして発売されたキャブライトから キャブスターへのモデルチェンジの際に車格が上がったことから、その穴埋めと、愛知機械のコニー、コニーワイドの生産終了も見越した、軽貨物からの移行組を含む、新規顧客の獲得を目的として開発された。当初より、ライト版やコーチをラインナップすることや、積載量などから、販売店は異なるが、実質的には、キャブライトの後継者と言える。後継者は、 日産店向けを加えた、サニーバネット、チェリーバネット、ダットさんがネットとなり、トヨタとダイハツの提携によって激化した小型商用車のシェア争いに対応した。1969年8月ダットサンサニーのバリエーションとして、ダットサンサニーキャブがデビュー。それまでのダットサンブランドのセミキャブオーバー車は、ダットサントラックやダットサンセダン、 ブルーバードのコンポーネンツが流用されていたが、ここで初めてサニーをベースとしたキャブオーバー車が開発された。A10 型エンジンをはじめ、横置きリーフスプリングのウィッシュボーン式、フロントサスペンションなど、メカニズムは、初代サニーのものを利用し、コンベンショナルな後輪駆動の 600kg 席、キャブオーバートラック、500kg 席版、8人乗りコーチとした。 エンジンとラジエーターの位置は前席下であるがフロントアクスルを前方に配置しホイールベースが長く取られているトランスミッションはコラムシフトの4足 MT のみであるインテリアも細身の日本スポークのステアリングホイールや横長く系のメーターパネルなど一部のスポーツ系を除くサニーの衣装に合わせられた外観は グリルレスで光物もヘッドランプリムとその間のモールだけと簡素で平面的なキャブ構成と相まって非常に簡潔なデザインとなった。このモールはベンチレーター用エアインテークの目隠しも兼ねる。前面下ブとバンパーには冷却儀を導入する長穴が備わる。バンとコーチはこの前面に揃えたモールが全周に入っておりリアドアは スライド式で左側のみに備わる。リアドアのアウタードアハンドルが後ろ側に配置されていることが特徴であるが、これはスライド式のプラグドアに付き物の2方向へ力が分散することによる扱いづらさを軽減するもので力任せに占める必要がないことから怪我や二波サミをも防止できる優れたアイディアであった。しかし、その後のアンボックスカーでは、 ラッチロック機構とプルハンドルを前方一箇所でまとめる方式が主流となり、他社への波及は見られなかった。バックドアは8に分割の上下開きで、下扉の開き位置は通常では水平であるが、両側のステーを外すことで、煽りを切ることができ、より過失の広い範囲に手が届くように配慮されている。1970年9月日産チェリーキャブと解消し、 新設のチェリー店1000倍モデルとした。チェリーは、旧プリンス自動車技術陣の開発による、日産としては全く新しい横置きエンジンの前輪駆動であり、エンジンこそ、A10 と同一形式であるものの、それ以外のメカニズムに、ダットさんとの共通性はない。1971年7月愛知機械工業に、生産委託される。愛知機械は、前年に、 軽自動車生産から撤退し、日産車向けに生産ラインを切り替えた。1971年9月平床式トラックにデラックス車追加及び一部改良。前面にプレス製のダミーグリルが付き、後に中期型と呼ばれる外観となる。1975年1月日産サニーキャブが復活し、フロントグリルやエンブレムなどの異なる姉妹車として販売。 チェリーキャブは樹脂製の横1文字のグリル、サニーキャブは角形のヘッドランプベゼル特形のグリルがそれぞれ独立したデザインとなった。その他ではエンジンが A12 型に変更され、メーターが丸型の2連となっている。1975年12月トラック、バンがナップスにより昭和50年排出ガス規制に適合。 1977年1月ーチが昭和51年排出ガス規制に適合 BKPC21 型となる。1977年9月一部改良。1978年10月生産終了。後継はサニーバネット、チェリーバネット。ありがとうございます。